メーヌースはアイルランドのキルデア県北部にある町。カトリック教会のメーヌース大学と神学校のセントパトリックカレッジを要する学生街である。国内有数の開発援助 NGO であるトロカイアの本部がある。リークスリップとキルコックを結ぶ地方道 R148 号線に面し、市街を迂回するように高速道 M4 号が通る。セルブリッジやクレイン。 ダンボインへも一本の道路で行ける。鉄道では、ダブリンから、スライゴに至る路線が通る。メーヌースの名は、アイルランドの神、ヌワザに由来する。ヌワザの平原が転じて、メーヌースとなった。メーヌースは、ザペールの生誕にあたる。長年アイルランドを牛耳り続けたジェラルディン家の、ネジロであった。 1920年代にアイルランド自由国総督であるドムナールはブアハラが今日定めた。ブアハラはダブリンのフェニックス公園にある総督邸を住まいに打診されたが辞退していた。町には2005年までブアハラの子孫が営むホームセンターがあった。歴代のリンスター公爵が住まいとしたメーヌース城とカートンハウスを結ぶのが大通りである。 前者は16世紀、シルケン・トマスとして知られる、第10代キルデア伯爵、トマス・フィッツ・ジェラルドが、取として築いたが、1535年の反乱で、壊滅した。後期ジョージ王朝様式と、新ックリバイバル建築のセント・パトリックス・カレッジは、町内有数の歴史的建造物である。1850年、当時のローレンス・エフレネハン学長の委託で、 オーガスタス・ウェルビー・ノース・モア・ピュージンが改築した。学内の礼拝堂は、ロバート・ブラウン博士が学長を務めていた1894年に、ジェームズ・ジョゼフ・マッカーシーが設計、完成させたものである。郊外のコロニーズ・フォリーは、セルブリッジに近いが、行政上は、メーンル,ルースが所轄する。ダブリンでは西部への玄関口として知られている。 町の総人口は1715人で、県内で5位、全国でも35位につける。しかし、メーヌース大学やセントパトリックスカレッジの学生、リークスリープのインテルやヒューレットパッカードの行員を含むか否かで値は、大きく変動する。セントパトリックスカレッジセントパトリックスカレッジの、メーヌースキャンパスとメーヌース大学の2校の、高等教育機関が立地する。 前者は、カトリック教会の聖職者を養成する目的で1795年、ジョージ3世が見学したもので、そこから1997年に校舎が分立した。そのため、両者は、敷地や多くの施設を共同で使用している。メーヌース大学はアイルランドで唯一、市ではなく、町にある大学である。町内にはこのほか中学校が一校。 小学校が4校、女子校と男子校が各1校、宗派や性別に関係なく学べる、教学校が1校、ゲール5が話される学校が1校ある。消防署、警察署、医療センター、図書館の司書、信用共同組合が一つずつある。1980年代中頃にアイルランド発のテレホンカード対応公衆電話が、 出現したことで、にわかに脚光を浴びた。キルデア県北部内シュミス県南部における小売業の中心地で、スーパーバリュー、テスコアイルランド、アルディ、リドルが進出している。非チェーン店がカバーする分野も幅広い。2005年10月には、デューンズストアが、イーソンズ、エルベリーズスポーツ、ハリファックスなどの入る大規模商業施設を開業した。 テスコは24時間営業で、リューンズもかつてはそうであった。一方テスコは2007年1月18日に、現在の店舗を取り壊し、近隣により大きな商業施設を建てる旨を発表。ヒートンズ、スポーツワールド、ネクストチルドレン、ブーツが入居する。この新しい商業施設は2008年11月3日に開業した。ロイヤル運河で、 ダブリンの中心街から航行可能で、今では、市として、レジャー目的で使われている。水運は19世紀前半に鉄道が到来するまで、プライムな輸送手段であったため、メーヌースは交通の要衝となった。駅から運河を挟んで向かい側に位置する港は、釣り場として人気がある。2つの高等教育機関の最寄りである、メーヌース駅はダブリンよびキルデア地方で最も、 混みやすい駅である。アイルランド国鉄の西部通勤快速とダブリンスライゴ間のインターシティビンが乗り入れる。バスではダブリンバスとバスエールンの路線がある。近隣の市や町を結ぶ個人タクシーも多い。ありがとうございます。